あの、まあ、僕、普通の人とちょっと違うですね、いわゆる心の障害というのを持っているんですね。あの、えー、僕は実はですね、あの、まあ、別に診断受けたわけじゃないんですけど、おそらくサイコパスという症状があるんですよ。サイコパスとは何かというとですね、反社会的人格というふうに言われます。反社会的人格。両親が異常に欠如している。他者に冷淡で共感しない。慢性的に平然と嘘をつく。 行動に対する責任が全く取れない。罪悪感が皆無。ですね。自尊心が課題で自己中心的。口が達者で表面は魅力的と。全てが当てはまるわけではないですけども、自分でもですね。なるほどねって思うんですね。で、このなるほどねって思うところが僕が思うにサイコパスなんですよ。っていうのは普通の人はサイコパスというのが反社会的人格だと思って、こういう診断テストが出た。 書いてあったらでそれに自分が半分以上当てはまったら青ざめるんですね青ざめたりパニックになったり否定しようとしたり落ち込んだり怒ったり絶対するんですよそれが普通の人ですでも僕はなるほどねって思うんです、ね、あそれだったらいろんなことが説明つくよねと思って であの僕はあの離婚してるんですけど元奥さんにですね会った時に「俺サイコパスらしいよ」っていうふうに嬉しそうに言うとですね「今気が付いたの?」って言われてですね <laughs> ちょっとそれはショックだったんですよ知ってたのかと思ってですねこのあのね反社会的人格だという,うに言われて別にへこまないのは何でかっていうとですねそれはただ単に分類にしか過ぎないと思ってるからですね その自分の反社会的性格が役に立つか立たないかはポイントであって、お前は反社会的性格のおかげで迷惑をかけてるって言ったらですね、これはなんか僕は落ち込まれる、落ち込むんですよ。でも例えばこの中にあるですね、慢性的に平然と嘘をつくっていうのが、これがもう小説家とか漫画家が持ってる能力だったら、プラスに働くわけですね。社会に貢献するわけです。 つまりその人のが反社会的人格であるっていうこととその人が社会の役に立ってるかどうかっていうのは全く関係ないというふうに一瞬で分けて考えられるんですね。自分がサイコパスと分かったらどうするのかっていうとまあ恥ずかしがったりコンプレックスを持ったり人に隠したりしても誰も得しないんですよね。むしろ人に言った方がいい。でないとその自分がサイコパスの証文を持ってるおかげでみんなに迷惑をかけるかもわかんないし いや、岡田さん、あなたはサイコパスだから、ここ気が付かないかもだけど、これ気をつけた方がいいよと言われたら、これは僕にもメリットがある、得だからですね。どちらかというと、どんどん行った方がいいわけですね。その結果、どう思われるのかっていうのは、それはもう知ったことじゃないよって、本当に正直思っちゃうんですよ。